リーチが鼻歌を歌っていたぞ。見知らぬ町に来たというのに、随分と足取りが軽やかに見える。
あんたといると時間が経つのを早く感じる。会話に夢中になっている証拠かしら。私を楽しませるなんてやるじゃない。私ならもう少し優雅さを感じられる家具を足すわ。ま、他人の部屋作りにあまり口を出すのは野暮ね。これからどう変わるか楽しみにしてる。グレイブスも古本市に訪れていたのか。古書に興味があるものは珍しい。いろいろと話してみたいものだ。これぞハロウィン。どんな場所でもハロウィンは思いっきり楽しまないとね。よそ見してる余裕なんてあるの？ほらほら、お静かに。問題ないわ。今のは試験に出るぞ。少し集中するか。あら、何かご用？問題ないわ。集中しなさい。はい、学園長。授業内容簡単すぎましたかね。ま、こんなところかしら。